やっぱりメンテ明けはちょっと重いね。うん、今日は新しいダンジョンが実装される大型メンテ明けだから特に人が多いよね。でも新ダンジョン楽しみだな。よし、一緒に頑張ろう、ミンミン。まずは作戦会議だね。今日の目標はダンジョンボスの討伐、それからダンジョン内全ての宝箱の回収だったよね。もう突入した人たちの情報によると中はかなり入り組んでるみたいで、道に迷ってしまう人がとても多かったみたい。そっか、今回はダンジョンに満ちる魔力でマップを開けないんだったよね。うん、だから初めから迷子になるくらいのつもりでいる方がいいと思う。じゃあさ、最初はとりあえずまっすぐボスを目指してみない？ボス一直線のつもりでも道に迷っていくつか宝箱を開けることになるだろうけど、わざわざ道を戻ったりして探したりはしないの。ボス倒したらもう一回ダンジョン戻って取れてない宝箱を集めようよ。わかった、私もそれでいいと思うな。うん、完璧な作戦。それじゃいざ行かん。早速分かれ道か。うーん、どうしよう、リンリン。どうしようか、まだ入ったばかりで手がかりもないし。じゃあまずアコが決めるね。最初は肝心だし。よし、右にしよう。右だね。アコちゃんの勘を信じて行ってみよう。一応あちこち見てるけど宝箱は見当たらないね。まだ序盤だしきっとすぐに見つかるよ。そうだよね。あ、また分かれ道だ。本当だ、さっきは右だったから今度は左にしてみようか。はーい、左だね。今日のリンリン、この前よりも楽しそう。ん？どうしたの、アコちゃん。ううん、なんでもない。さ、行こう行こう。ボスは一体どんなのだろう。楽しみだね、リンリン。そうだね、アコちゃん。うん、結構進んだよね。うん、噂通りすごく入り組んでるし長いダンジョンだね。ここに来るまで何回道を選んだのかもう分かんなくなってきちゃったよ。そうだね、そろそろ行き止まりとかトラップがあるかもしれないから気をつけないとね。ここまで来てそれは絶対嫌だな。でもレアなアイテムってむしろ行き止まりに置いてあったりするんだよね。どんなアイテムが待ってるんだろう。楽しみだよね、いいものが出てくるといいな。けど全然宝箱見つからないね。予定ではあちこち迷ってる間に何個か見つかる感じだったんだけど。それは確かに。あ、アコちゃん止まって。え、まさかあそこにいるのってボス？頭が3つあるドラゴン。うん、間違いないよ。途中でレアなアイテムいっぱい拾う予定だったから、戦闘用のアイテムなんてあんまり持ってきてないよ。所持枠に限りがあるもんね。確かにまっすぐボスを目指そうって話したけど、まさかこんなすぐボスにたどり着くなんて。うわあ、こんな展開予想外すぎるよ。でもアコちゃんと一緒に選んで歩いてきた道だし、予定とはちょっと違ったけどいいかなって。うん、アコも一緒だと迷ったり思ってなかったことになってもそれでも良かったって思えるから不思議だよね。そうだね、それじゃボスを倒してからゆっくりダンジョン探索しよう。オッケー、よーし、アコとリンリンの連携でサクッと倒してやる。いくぞ、聖堕天使アコ姫の絶大なる、すっごい呪文をくらえ。
こんにちは。アコはね、これからリンリンと遊びに行くところ。気合い入れすぎて約束よりちょっと早く着いちゃったんだ。ねえねえ、時間あるならちょっとアコとお話ししない？いいの？わーい、ありがとう。実はね、今日どこに遊びに行くかまだ決めてないんだ。あ、でもね、これにはちゃんと深いわけがあるんだよ。っていうのもね、今日は何するか全部二人で決めようと思ってるからなんだ。普段はいつもアコがやりたいことにリンリンが付き合ってくれるんだ。一緒にゲームしてる時もいつもまずアコが行きたいクエストを聞いてくれるんだよ。アコがダンジョン行きたいって言ったらついてきてくれるし、今日はフィールドで素材を集めたいって言ったらいいよって一緒にやってくれるんだ。アコね、リンリンは何かしたいことないのって聞いてみたことあるんだ。そしたらね、アコちゃんと一緒に遊ぶのが楽しいから、アコちゃんが行きたいところに行こうって。アコ、そんなリンリンが大好きなんだ。だからね、アコ、今日はリンリンの行きたいところで遊びたいなって思ったの。でもリンリンにそうやって伝えたら、アコと一緒に決めたいって言ってくれたんだ。だから今日は行きたいところも食べたいものも買いたいものも二人で悩むつもり。もしかしたらすぐには決まらないかもだけど、悩んでる間にすっごく楽しいことを思いつくかもしれないし、それにリリンと一緒ならそうやって悩んでる時間もきっと楽しいと思うんだ。あ、お話ししてたらもう同じかな。そろそろリンリンが来ると思うから、アコ行くね。今日のことはまた報告するよ。それじゃあまたね。